お水をですね飲むと病気にかからないとかって言われてて、よく遠方からもあのお水求めに来られますが、三輪の山も今もまだあの神さんがいる山ということで非常に神聖視されておりまして、ここでお祓いを受けて、で助けをかけて、ここから山に大体1時間ほどで登れるんですけども、登るということで、そこのまあちょっと登山口という方なんですけど、これは山の輪に平和の輪に魂と書いて、これなんていうの、これバッコの山の魂、そうです、ネギ玉です、そうです、ネギ玉というかですね、これの反対は荒玉ですね、荒い魂ということで、でこ、ネギ玉が、三輪さんで、こっちは新玉になります。ですから、まあ、そういう疫病の封じるということでこれを建てたということになります。まあ、そうしたいろんな、当時のですね社会は今みたいに科学が発達しておりませんので、もうマジナに頼るしかないわけで、まあ、そういったマジナをするための装置が今ここまで来た時もいっぱいありましたね。お社がわんさかわんさかありましたけども、まあ、そういうお山だということです。